道連れとかもありいるんで、タスクやらずに、はい、やらずにボタン押しましょう。了解です。タスクやってる人がいたら釣ります。怖っ、怖っ、ワクワクしてきた。やば。クルーメイド、おー。初手はね、あのみカードスラッシュ。いきまーす。出勤。ぬしゅ。やっぱ、ぬしゅなんだよね。ダメだ、裏切っちゃう。茶色、紫、オレンジ。茶色、紫、オレンジ。置いとこう。点が終わったら、エレクトリカルの奥行きまーす。やお。紫、紫、青、黄緑、オレンジ。やお、黄緑、オレンジ。紫、青、黄緑、オレンジ。青、黄緑、オレンジ。早いっすね。はい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 、ゆとりです、ゆとりです、ゆとりです。はい、ゆとりさん、僕今回ですね、ちょっと遅かったですけども、エレクトリカル約 1.2 秒ぐらいで直しました。あー、してますか。はい、で、直してアドミン見てナビゲーション1だったんで、そこでナビゲーション向かって死体発見です。ナビゲーションですね。はい、発見了解です。で、一応最後の通過点としてアドミン、カフェテリア、ウェポン、ナビゲーションで行くときにカフェテリアで上から来るゲンさんとすれ違ってるっていうことだけありました。はい、セキュリティでずっと見てた人は絶対に犯人ではないと思うのだが、あ、一人いましたね。僕も最後アドミンで見てました。っていうか結構序盤にセキュリティ見てたから、もしかしたらナビゲーション前の様子を確認しているのでは。あ、僕ですね。情報出せます。お願いします。停電なる1秒前にアドミン見た結果、ウェポンとナビゲーションに1-1でした。はい、なので右側に行ったことがある人物は非常に限られます。はい、現多分ウェポンです。それ現ウェポンのチュンチュンやって戻ったのを多分ゆとりさんが確認されたんだと思います。ちなみに、停電になってからアドミンを最後に出たのがスナッパイで、そのままエレクトリカルにたどり着き目撃されているので、アドミンの弁当を使ってナビゲーションに行った人物は基本的にはいないものと思われます。アドミン最後に出たの、そうなのか。それはちょっと原始点困りましたね。あ、武雄さんカメラどうでした？カメラ見てましたね。右側行ったのがまず最初にゆとりさんが一番最後に入ったっていうのは見てて、でその前に、高田さんが入ったのも見てて、ですね、その、ゲンさんがな、これもしかして弁当なんじゃないかなって。ちなみに、開幕がナビなんですよね。最速でナビまで行っていて、1個だけタスク終わってウェポンに戻ってるんですよね。で、その時、高田さんがおられた、いなかったと思うかな。他のメンツを。他のメンツ、あ、じゃあ、ゲンさん押してもらってもいいですか？他のバーも洗いますか？ゲンさん確かに見てんだよね、一番最初に。ゲンが浮いちゃってるのはしょうがないですね。これ、西連れとかもありいるんで、タスクやらずに、はい、やらずにボタン押しましょう。はい、了解です。タスクやってる人がいたら釣ります。怖っ、怖っ、ワクワクしてきた。やば、ワクワクしてきた。こんぐらいでいいんだよな。人狼はこんぐらいでいいんだよな。うるせえやつと助け合ってるやつは釣り合いんだよ、もう。過激派。青。ガマンガスのさ、うるせえやつ釣るっていうのは結構人狼ではね、割とあるあるなんですよね。ありがとうございます。投票画面バグりました。あ、了解です。はい。現で、竹雄さんのカメラ情報もちょっと洗った方がいいんじゃないですか、はい、絶対犯人じゃないですし。もう出なさそうな気がしますけど。そうですね。で、エレクトリカルで作業してる。竹雄さんのカメラ情報で出してほしいことが、アドミンの真ん中にずっといた、アドミンの前の通路にずっと映っていたはずです。はい、画像。あと、藤宮さんとかもいたな。あ、藤宮さんいましたね。あの、人多くて。うん、そう、結構いました。で、センター、アベレージ、スナッパイ、藤宮、テラゾーいます。はい。扉閉められた時に藤宮さんが困惑してるのを見てました困惑してました。でスナパイさんのアドミン情報を信じるなら停電時にどこにいたかとか洗った方がいいんじゃないですか。あ、ピカクロス
あ、ありました。ゆとりさんがですね、停電即座に直してるの私確認してます。多分ゆとりさんは開いてたから分かんなかったと思うんですけど、私が停電直そうと思って入ったらすでにゆとりさんがいたんで、あ、じゃあいいや奥やろうと思って奥の助けに行きました。あ、じゃあもういますね。エレクトリカルいた人はいます。紫、青、はい、黄緑、はい、オレンジ、はい、黄色、はい、です。赤です。一番最後に入ってきましたけどね。うん、そんないたのか。寺戸さんは、ね、最後。で、ピカクロさんがどこから来たかわかんない。あとですけどね。優先順位低めですけど、僕視点はピカクロさんがどこから来たかわかんないけど、他の人は多分、無理かな、うん、無理ですね。うん、あと、そうですね。そしたら、藤宮さんが私の位置確認してるはずで、開幕私はストレージの休養をやっていて、その後すぐに停電が起きて、私は停電の方に走ってる。開幕ストレージの給油行きました。開幕ました。藤宮さんと私が一緒に行って藤宮さん給油してたのは見たんですけど、その後に私がたどり着いてるんですよ。そうそう、ああなるほど。じゃあ藤宮さんはそれ無理だね。エレクトリカルいた人は、エレクトリカル組が無理なのはいいんですけど、あとゆとりさん、さっきのスナパイさんの発言じゃないですけど、まあ、ゆとりさんのセルフが一番濃厚なんですけど、いや俺ゆとりさん基盤の前に張り付いてて、そこで直してナビゲーション行ってるよ私。そうそうそう、もう超白土俵、あの釣りますてか、ツナパイさんがツナパイさんがアドミングに絶対見るっていう理論が分かんない。44の土俵です。白黄色黄緑永遠に邪魔してるこれ。白黄色黄緑青、白黄色黄緑青、ボタン押すの怖え。めっちゃゲンさんが妨害してます。めっちゃゲンさんが殺しました。見てた見てた、俺今外から入ってきたの、レポートを連打しながら、うん、なるほど。何の妨害をしたんですか私が。何の妨害をしたんですか。そうっすね、まあまあドンマイスドンマイス、まあでもまあでも確定なんでいいじゃないですか。そうですね、割と僕もう一回押してもうちょっと話したかったと思ってたからちょうどよかった。メンタさんゲンする気満々だったじゃないですか。いや、僕スキップ入れましたよ。いいじゃないですかって言って藤宮さんという尊い命は失われたんだ。そうですよ、そうだ、ごめんなさい。いや、なんで先頭さん謝ってたのバクってな。いやびっくりした。いやだからエレクトリカルたどり着いたら全然ならないから、センターさんと私離れましたもんね、怖くて。5、6人いましたからね。多分ピカさん同じ思考だったと思う。そうだから、でセンターさんが見える範疇に私立つといって、私が殺されてもリポートしてもらえるようにしてましたよ、ちゃんと。あ、ゲンです、言っときますけど、ゲンを今殺そうとしてる方の中に相方いますからね。そりゃそうだな。そりゃそうだな。全員殺そうとしてるとは思うが。あ、なんかボットバグっちゃってるな。あ、じゃあ手動で。いはい。もういいや。はい。まあでも推理要素として相方位置として死体を発見しているゆとりさんは違いそうし。そうですね。うん、いやもう信じて俺のこと。真っ白だから。はい。信じます。ナパイさんも割と白いかもしれない。これいやー。じゃあどうかな。なんでですか。あね、わざわざボタン待機してる状態からわざわざ見に来たのが。うん、ああ。ボタンは阿部スナパイ武雄でしたね。はい。なんで押さなかったんですか、アベレイさん、タケオさんは。いや、僕もエレクトリカル来てましたよ。え、ボタンは全然直んなかったじゃないですか。ボタン前、僕が見たのがですね。誰も話を聞いてない。怪しいな。緊急ボタン。押してれば藤宮さんは死ななかったのに。いや、本当にそうなんだよな。ああああ何ああって生配信で、すごくなんか。店員さんが邪魔した上でキルクルタイム溜まっちゃってるのがちょっとね。そうですね。うん、じゃあ、アベレさん。動いた。動いた。
ルンド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 ルンレイミザポうっ走らせた走る橋気高いお顔をおぼこちを越えて NHK のさ歌歌ってないね永遠に NHK の歌を歌う配信とかしてたのちょいやりたった NHK 教育受講不足なのオレンジ、水色、黄色、紫、あ、バグだ、これかバグ。エレクトリカルの廊下の曲がり角のところで直立してるスナパイさんの死体がありまして、直前ですれ違ったのが一瞬でちょっと分かんなかったけど確かに寺戸さん、うん、合ってる、寺戸さん絶対絶対寺戸さん僕を釣ってください。え、エンテラドです。僕は自分に投票します。早く入れて早く。え、でも本当にそうなんですか？一回考えた方がいいんじゃないですか？逆に白いな。そうですよね。僕寺澤さんじゃないと思うんですよね。え、あ、僕ですか？早く終わらせてくれよ。僕は白なんですけどね。いや、あの、めちゃくちゃびっくりした。めちゃくちゃびっくりした。一体誰が犯人なんだ？寺澤さん、はい、あの一つ報告なんですけど、僕バグってるんで、やっぱり時間ということか。はい、買い殺し。するしかないですね。もう一回整理します、初日から。もう投票変えることができないぞ。いやでも今回これあれ藤宮さんとも死んでるから、藤宮さんのまず死体最終目撃洗った方が。ああ。うん。順番としては。そうですね。通ってたのが誰なんでしたっけ。あれ、あ、寺澤さんが、寺澤さんの霊圧が消えた。そう、スナパイさんが直立不動で亡くなってました。ピーンって立った、ピーンって。藤宮さんはアベレージさんがボタンを押さなかったから死んだんですよ。え、でも、いや、でもその前にあれですよ、だって投票がやってるからあれですよ。あれは、ハイデンバーの前にさ、はい、ゲインさんが邪魔した回いたの寺蔵さんなんだよね。あれ二郎ともが邪魔してきたとか言ってた。誰もやらないから、誰もやらないからさ、俺が頑張ってつけようとしたんだけどゲインさんに妨害されたどうする。俺が殺せばいいのこれ。熱い展開じゃん。めっちゃゲインさんが殺さないと俺はここで殺したくないんだけどって思いながらパチパチやってたんですけど、ね、面白い。あなたがキルクール稼がなきゃいけない状況じゃないのって思いながら。あ、あ、すいません、本当に寺澤さんかな。あ、早く次行こうぜ。引っ張りすぎやん。なんであそこでやったんだろう。イエーイ、ナイスファイト。ダブルキル狙ってたんで、なるべくダマにして長時間ハイレンバンに人を集中させたかったんです。ごめんな。いや、もう停電のそれで行動できなかったわ俺、あそこで。ああ、そっかーと思って、結構パチパチやっちゃったから、キルクールもあんまり稼げてなかったし。初日のゲンさんはやっぱ、あれですか？ストレージですか？あ、ストレージじゃないよ、ベントキルですか？まあ、あ、そうですね、ベントキルですね。カメラが映ってたので、違う位置から行かないとと思って、ベントを経由したんですけど。おー。いや、俺はね、ほんとゲンさんに感謝しかないです。お腹が痛かったから、キルさん。ほんとゲンさんに感謝の念だけを。感謝されてんの。殺されて感謝されるんだ。気に入る人やなと思って、ゲンさん。勝手に俺を殺してくれ。配慮した上で。配慮して殺してやる。配慮っていう。すげえ。すげえ。紳士だな。ドミンに5人もいたらさすがにきついっすね。そうですね。キルキルしたね。こんないたんだと思って。